イオン所沢店は埼玉県所沢市東町5丁目に所在していたイオンリテール株式会社が運営する総合スーパー。大英時代の店番号は0351。ネットスーパー取扱店舗。2019年9月30日に閉店した。イオン所沢店の跡地はタコトーコスクエアとなっている。埼玉県道337号。 久米所沢線上線に立地する。1981年に開業した。売り場面積では、所沢市内の商業施設で2番目に広い、売り場面積を有する。元は大英所沢店である。1973年に、所沢の中心部であった日吉町の商店街が、所沢駅前地区に対抗して、商店街を再開発する動きが出ていた。 商店街の土地を所有していた東映の社長が土地を区画整理して、さらに他の土地も買収し、大型店をキーテナントとして誘致するというものだった。商店街は初めに地元の西部流通グループに出店を要請した。ところが他人の作ったテナントに出店するのを嫌ったことと、所沢駅前に西友ストア、所沢駅前店がすでに出店していたため、その要請を断った。 困った、商店街は、同年10月に、藤田工業を通じて大英に出店を要請した。大英グループにとっては、店舗空白地帯であり、敵地でもある所沢に乗り込むチャンスであった。同年11月に、大英が出店の意向を示し、翌1974年10月には、商店街側に正式に出店の申し入れを行った。大栄の出店が判明した際、 西部グループは焦りに焦ったという。同年10月9日に、東映社長宅に、西部不動産の次長と、声友開発部長と課長の3人が訪れ、大英出店予定地を売る、よう要請するが、同年10月30日に、土地の買取を断念するとの通達が入った。これで何もないと思われたが、翌1975年2月、西友開発部の指定業者であった。 青木不動産がビル建設予定地のど真ん中の約120平方メートルの土地と家屋を買収。同年5月31日付で所有権が声優畜産に移り、声優フーズの社員寮として使用を開始したのである。これを受けて商店街側が声優社長の堤誠治に土地を恩便に譲るよう要請するも堤はその要請を断っている。しかし、 西武側の抵抗があっても大英は土地の94%、借地の38%の売り渡し承諾書を習得していたため、西武グループの嫌がらせと言われても仕方がなかった。西優フーズの社員料のために行動を整備し、建物のレイアウトの変更、建物のコストの増加等、大英にとって悪い面ばかりであったが、地元側は、西優はひどいことをしていると、地元で噂が立つなど、 大英側に対する同情の声が多数あったとされる。また、これらの事情が原因で開業が当初の予定を2年以上も延期を余儀なくされてしまう。大英はオープン広告の掲載を西武鉄道に求めるも、西武側は拒否したが、チラシ重視主義の大英は、オレンジ色のマークと文字がプリントされている、オレンジアーミーを西武鉄道の列車に乗り込ませることで宣伝を図った。 開業前日の1981年11月25日には、東映ビルの春工式が行われ、大映側は、社長兼 CEO の中内、そして意外なことに、西武鉄道グループの総帥である、堤義明が招かれた。中内は、春工式での演説で、これまでの西武側の抵抗について、恨み節を交えながら、野球は、西武買い物は、大映で締めくくったとされる。 そして開業して6年後の1987年には、西部セゾングループが、いわく付きの土地を東映に、上都、1988年9月から全フロアで、増殖工事を行い、同年10月にリニューアルをオープンした。この工事で店内の資格は解消し、流通史にも、後々まで伝えられる、所沢戦争は事実上の終焉を迎えた。産業再生機構の支援を受けて、 経営再建中の大英は2005年2月に発表した閉鎖リストに所沢店がリストアップされ報道各社は一斉に取り上げた撤退を発表した同時期に丸い所沢店も撤退を発表しており大英が撤退すると駅前に空洞ができてしまうと危惧した所沢市が大英に撤退の撤回を陳情したり地元住民が 存続署名活動をするなどの事態となった。地元住民は撤退について賛否両論であったが多くは撤退反対であった。その後、大英は当店を誘致し、ビルを保有する東英との話し合いで賃貸料の値下げで賃貸契約の継続が決まったことや多くの署名活動の成果もあり、大英は所沢店の撤退を撤回した。なおこの撤退騒動直後、 東映は、負債が重なり民事再生法を適用している。大映所沢店時代の建や大映九六五時代の所沢店イオン閉店後は、1階のアニメート、山田電機、武蔵のクリーニングのみが営業していた。その後、2020年9月より、タコトーコスクエアとなり、複数の店舗が順次入店し、営業している。イオン閉店時点では、直営売り場の地下階は、 食料品及び、フードコート、1階は、服飾雑貨など、2階は、婦人服、3階は、子供服と、玩具、文具など、4階は、紳士服、5階は、寝具、インテリアなどを扱っていた。6階と7階は、専門店フロア、屋上は駐車場であった。この他、クレディセゾンの ATM が設置されていた。この統計は、日経流通新聞及び、 日本経済新聞が調査して順位付けしたものである。大英所沢店は、西部グループの画像で事実上の下国上を果たす勢いで売り上げが伸びていった。大英開店当初より、所沢市を本拠地とする西武ライオンズの優勝記念セールを地元商店街と共同で長年に渡り行っていた。1989年に、 福岡大英ホークスが誕生してもそれは続けられたためライバル球団の優勝セールを行うというという異例の事態となったしかし1999年にくしくもホークスとライオンズが優勝争いをするようになると大英店頭にテレビが置かれてホークスの試合中継が行われ福岡大英ホークスとしての初優勝を決めた瞬間に店員により 樽酒の鏡開きが行われ、来客たちに振る舞われた。もちろん翌日から、ホークスの優勝記念セールが行われ、地元商店街も、あっぱれおめでとう。大栄所沢店さんという登りを掲げて、大栄所沢店を祝うという、これまた異例の事態となった。ありがとうございます。